これで最後のコンビニを後にします。まあお店、普通のお店とかあと自動販売機はまだ全然あるんでいいんですけど、コンビニとしてはこれが最後になります。これ左は船木田ダムっていうところですね。船に明るいって書いてで船木田って言うんですね。ちょっと珍しい地名です。
ここが花桃の里っていう道の駅ですね。ここもよく寄りますね。結構カツカレーを頼みますね。天竜川沿いじゃない道を行くんで、最後すげえ坂が待ってますね。ちょっとそれが心配です。最後の13キロぐらいで何百メートルアップみたいな、そこだけちょっときついですね。今のとこまあほぼ平坦ですけど、まあ微妙に登ってるんですけど、ほぼ平坦ですね。ボートやってます。やってんできついんでしょうけど、見てる分には楽しそうに見えます。しなやかっていうのもあると思うんですけど、 23C でめちゃめちゃ乗り心地いい。正直言ってディスクブレーキも 25C よりは絶対乗り心地いいし、下手したら 28C よりいいかもしれない。まあでも最近ディスクの方はグランプリ5戦の 28C を履かせてるんですけど、結構いいですね。まあ乗り心地も良くなったのもあるし、28C にしてもあんまり重い感じしないっていうか、結構速いですね。まあ20ディスクは 28C が主流になってくるんですよね。ですね、去年とか結構な台風とかの影響で土砂崩れがあって、この先が結構通行止めになったんですよね。今どうなってるんですかね、治ってるのかな。もっとずっと奥に行くと佐久間ダムっていうのもあるんですよね。
とその三作も僕が今今日向かう方と佐久間っていう佐久間ダムがあるほうと二手に分かれるので佐久間は左の方なんですけど三作は右の方なんですけど遠流川沿いっていうのを言うと佐久間の方なんですよね。今回は、まあ、浜松市の最北端の方を目指すので、右の方ですね、三作の方を目指します。めちゃめちゃもうなんか坂なのに登りやすい。なんだろう、この辺は前に僕はマドンナインとかあるあと PT バイクとかでこう逆向きに走ってた動画ですね。それを撮ったのがこの辺りですね。まあやっぱ電流川沿いで緑が本当綺麗で、でいいとこですよね。走りやすい、道も悪くないし。走りやすいな。なんかそんなすごい今のところ距離乗ってる感じしないですね。多分50キロ近いんだと思うけど、全然5キロとか10キロ走ったような、そのぐらいの感触ですね。まあでも帰りのこと考えると合計で200キロあるんで、まあペースとしてはちょっと抑えて体力を温存していこうかなとは思います。ここほんと桜咲いてる時に来るとめちゃめちゃ綺麗なんだけど、その時期に限ってやっぱり、まあ、桜見に来る車が多いんで、ちょっと走りにくさはあるんですよね。市の中にね、海砂浜があって湖があってで町があってで川が大きい川があって、この山の中走るみたいな、で同じ市なんですもんね。びっくりですよ。距離にして100キロ近いっていうね、縦に100キロ近い。浜松市から抜けるのに何時間かかるんだっていう。正直これ本当浜松縦断で、ね、南端から北端まで行くのに車で行っても多分 3,4 時間かかるんじゃないですか。東京まで普通に東名とか新東名使えば多分2時間ちょっとで着くと思うんですけど、それより東京行くより遠い場所みたいな感じですよね。Thank you.
リーが、GoPro のバッテリーが多分やばいですね。確認します。そしてめちゃめちゃ天気いい。これ最高。まあ、あと残りこれ今使ってるやつが残り20何パーセントで、それ以外にあと2本フルのバッテリーが残ってるんで、残り35キロ。まあ距離だけで言ったら全然余裕っぽいんですけど、最後の十何キロがすごい坂で、そこでちょっと時間かかっちゃうんで、どうなんですかね、持つかどうか。まあ、もしかしたら途中ちょっと撮影しない区間とかも出ちゃうかもしれない。感じです。車がいっぱい止まってるけど、なんだろう。とバーベキューとかキャンプとかやってんのかな。こっちの方も自転車でキャンプに来ても面白いかもしれないですね。ゴールデンウィークがずっと晴れだったら後半キャンプやろうかなと思ってたんですけど、天気悪いみたいなんですよね。ちょっと後半は残念。なんか映画見たりとかそういう感じになるんですかね。まだルローニケンシン見てないんで、ゴールデンウィーク後半で見るつもりです。まだちょっとね、今混んでるんで、ちょっとコロナが怖くてあんまり混んだ回の映画は見ないようにしてるんですよね。平日の夜とか空いてるスクリーン選んで行く形が多いんですけど、まあそうは言ってもゴールデンウィークの後半はすごい暇になっちゃうと思うんで、まあ見に行くと思うんですよね。
最後の十何キロの上り頑張るだけですとね、もう帰りは基本下りだし、まあ思ったよりなんか緊張っすね。どうしちゃったんですかね。想定する坂の区間の前なんですよね。ほんと最後の坂はすげえきついんで、ただこのその前の段階でじわじわ来るっていう。
あんだけ流れたんだよ。そりゃまあ天候も変わるよね。晴れてんのになんでこんな雨降ってる。蛇行しないと登れない。今 Google マップ見たらもうすぐそこがゴールだったんですよね。ちょっとやる気が出てきたんで頑張ってます。最後ちょっと裏折れなくなるんで追加もこれ道が行けるのかな。まあすぐそこなんで頑張ります。you
長野県、静岡県と長野県の県境、浜松市の最北端、ついに到着しました。着いた。見えますかね、ここが県境、浜松市の境でもあります。最後めっちゃ疲れたわ。途中ちょっと森の中が GPS が全然、 GPS っていうか iPhone の電波が全然入んなくて、マップがよく分かんなかったですね、あとどのくらいか。で最後ちょっと開けたとこがあって、そこで見たらもうすぐそこがゴールだったっていうオチだったんですけど、でそれで急に最後やる気出たっていうか、もうそれまでももうほんと全然足が回んなかったですね。もう全然先が見えない感じで超疲れましたね。6時半ぐらいに浜松市の南端の方から来て、今14時11分なんで、まあ8時間弱、7時間半ぐらいですかね。まさかこんなに時間かかるとは、8時間弱かかって市を抜け出すことができないって、割合まっすぐ来て、どんだけ広い市なんですかね。まあ、今回の企画は、浜松市を一番南端、海沿いから、一番北端まで走って市を抜け出せるまでに何時間かかるかっていう企画だったんですけども、8時間ぐらいかかっちゃいました。までに戻ってこれました。すごい、行きのあの長さは何だったんだっていうぐらい帰り早く来ましたね。多分100キロ4時間ぐらいで走った。それ、まあ、休憩もあったんです。